どうも、あさきです。本日の動画ではですね、ちょっとね、今週1週間と、と来週もですね、1週間全部で2週間今月は出張がありまして、で、なかなかドローンも飛ばせないので、こちらシミュレーター練習していこうと思います。でですね、先日ラジコンの飛行場なのかなにちょっとお邪魔させていただいて、で、そこにプロのラジヘリフライヤーの方だったりの、まあ、先生をしている方が来られていて、で、結構いろいろ飛んでるところを見せていただいたりとか、教えていただいたりとか、あとシミュレーターでこう飛んでるところを見せていただいたりしたので、ちょっとね、それに感化されて、見てるときはおお、私もできるのではって思うんですけど、やっぱ飛ばすと全然できないので、ちょっとね、今回はこれメトロノームですね、ヘリのメトロノームの練習をしていこうと思います。なので今回の動画は、ひたすらメトロノームをするだけの動画となります。どんな感じで練習してるのか楽しんでいただけると嬉しいです。ではでは、ちょっと今回はメトロノームですね、ちょっとやっていきたいと思います。で、先生にやってみせてもらった感じだと、こう、こう、お、こう、みたいな。ちょっともうちょい高い位置ですかね。こう、こんな感じ。こんな、お、こんな感じ。うわ、お、あ、こんな感じ、こんな感じ。うわ、こう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 、みたいな。あ、どんどん落ちる。落ちるってことは、この時に上がれてないってこと。こう、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 うん。落ちてる、落ちてる。重力が。こう、で、これでこうなんだ。こう、こう、こう、こう。あ、行き過ぎている。こう、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 うー。こう、こう、うよいしょ、こう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 、うわぁ、こう、こう、うぅ、こう、こう、こう、あ、どんどん遠くに、お、ここでもちょっとしょっぱいけど、なんかパワーが足りない感じがするっす。いやー、ちなみにこんな感じで、こう、なんかわーみたいな、飛ばしててこう、わーみたいなことに結構よくなるんですけど、最初の頃は全然体勢を立て直すことができなかったんですが、練習方法としては、まず、この、正面のひたすらホバリングですね。で、こう次に横向きホバリング。横向きになった時にどうすれば自分が思うところに持ってこれるのか。で、ブースティック操作を鍛えて、で、対面の時もですね。対面ちょっとね、まだまだ下手くそなんですけど。今こっちもですね。で、これで全方向ホバリングができるようになれば、こうなんか好きな方向で飛んでた時にわーってなっても、あ、この時こうやってすれば戻れるみたいなのが、大体わかるようになるので、これからラジヘリ始めたいとか練習してるっていう人は、まずはこの全方向ホバリングをできるようになって、で、それから大丸とかですかね、なんだろう、長丸を描くように飛ばすっていうか、まあ私も全然下手くそなんで、なんかそんな偉そうに言うあれでもないんですけど、こう回してみたいなことから練習していくのがいいんじゃないかなと思います。で、最初全方向ホバリングができないときは、こう、例えばこうグラッとだった時こっちに打つとか、次にどう打ってば体勢が戻るのかっていうのがちょっと分からなくて、機体壊したり落としたり言ってたんですけど、
まあ、基礎のどの方向でも舵を打てるようになるっていうのがある程度できればかなり飛ばせる幅は広がるのではないかと思います。飛ばすときにそのフィリーの、まあ、こっち尻尾だとするとこれを中心にしてこうです、こう綺麗に飛ばしたいですよね。今はこうなんかここがこうフラーンみたいな今映ってますけど、ね、綺麗に飛ばしたいですね。疲れました。なんか、全然綺麗にできないんですが、まあ練習あるのみだと思うのでちょっとねもうちょっとどうしたらいいかとかコツを聞いたりしつつ、練習していこうと思います。それでは今日の動画はこの辺で、バイバイ。